こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の男性に合うナイロンジャケット5000というテーマでお届けをしてみたいと思っています。まあナイロンジャケット僕自身も大好きで、これまでにかなりの数買ってきたんですね。まあ男性にとっては結構ベーシックなアイテムになりつつあるようなもので、まあスポーツミックスを気軽に取り入れられるという点と、機能的ですごく使いやすいというところ、このあたりにですね、魅力を感じている方少なくないかなと思うんですね。まあ僕自身もこれまでいろんなナイロンジャケット着てきましたが、まあ風も防げるし、なおかつちょっとした雨くらいだったら弾いてくれるものが多いので、まあ一着あるとですね、休日にも役立つし、旅先にも小さく畳んで持っていけたりするので、かなり便利なアイテムかなと思うんですね。まあそういったナイロンジャケット、結構ですね、たくさんの選択肢があるので、まあその中でもですね、大人の男性におすすめできるものを、今回はベスト5、まあ5000ですね、という形で皆さんにお伝えしたいなと思っています。まあ今回の動画を見ていただければ、まあある程度主要なナイロンジャケットというところが分かっていただけるかなと思いますし、まあ今後ナイロンジャケットを選ぶ際の一つの目安になるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に大人におすすめのナイロンジャケットを皆さんにですね、5つご紹介したいなと思ってるんですが、まあその前にお伝えしておきたいのが、まあ今回の動画では機能性ですとか、そういったところにはあんまりフォーカスをしません。まあどのアイテムに関しても基本的な風を防いだりだとか、小雨を弾いてくれたりですとか、このあたりの日常使いではですね、間違いない機能はしっかりとついています。あくまでタウンユースとして、山登りではなくてですね、気軽に羽織るものなので、そのあたりの機能性においては、ぜひ皆さん、サイトを見ながらですね、細かく見ていただきたいなと思っています。まあ、僕の今回の動画では、デザイン性ですとか、あとはコーディネートのしやすさ、ブランドのイメージだとか、こういったところを加味しながら皆さんにお伝えできればなと思っているので、そのあたりを参考にしていただきたいなと思っています。はい、早速一つ目なんですが、まあ僕自身今日ですね、ナイロンジャケット、私物のものを着てるんですけども、このブランドはですね、僕の YouTube チャンネルのナイロンジャケットの中では一番出てくるかなと思います。これですね。皆さんもお気づきかなと思うんですが、アークテリクスというブランドですね。まあここはですね、僕の中ではすごく好きで、今まで何着か購入してきましたが、まあ正直ですね、これからご紹介する2つ目のブランドの方が圧倒的知名度があって、なおかつ人気が高いと思うんですね。まあそれに比べると、アークテリクスというのは、やっぱりまだコアなブランドですね。僕が認識をし始めたのは、今から8年とか9年ぐらい前だったと思うんですが、まあ、当時ビームスぐらいでしかあまり見かける機会がなかったんですね。まあ元々はカナダのですね、アウトドアブランドとしてかなりコアな存在だったので、それを普段のカジュアル使いとして用いている方はそんなに多くはなかったんですね。それが今はだいぶ認知度が上がってきて、待ち着として使っている方も増えてきたかなと思うんですが、それでもまだ知名度としてはそこまで高くないかなと思います。ですが、その点が僕のような天の弱の人間には刺さるポイントだと思うんですね。知名度が高い安心感もあるんですが、あんまり人と被りたくない。でもちゃんと機能的で、で、なおかつブランドイメージとしては、ちょっとこうシャープさのあるようなイメージなんですね。まあ、アークテリクスはアウトドアのブランドなんですが、タウンユース向けのオリジナルのブランドもやっていまして、そのあたりもですね、おしゃれ上級者の方には結構人気が高いので、そういった服のデザインというところもしっかりとストイックに作り込んでる雰囲気が、僕は個人的にはすごく気に入っていまして、アークテリクスよく着てるんですが、ただですね、結構値段が高いのと、人気のモデルがすぐに売れてしまうというところがありまして、僕が今着てるのはベータ LT というモデルなんですが、これもですね、もう在庫ほとんどないと思います。他にはベータジャケットというようなかなり似たようなものもありまして、それもですね、出ると同時にかなり人気で、今は在庫はほとんど見当たらないのかなと思います。このあたりはゴアテックス使ってるので、結構生地感に張りがあってですね、ナイロンジャケットの中でも価格帯は高めになってるかなと思います。まあ、本格的な一着を持つのであれば、このあたりもいいかなと思うんですが、もうちょっとですね、ラフにサクッと着るという意味では、スコーミッシュフーディーですね。このあたりも僕は私物として持っていますが、生地が柔らかくて、サクッと秋なんかにすごく羽織りやすいようなアウターになっているので、まず1着目はスコーミッシュフーディーが使いやすいかなと思います。サイズもスコーミッシュフーディーの方がちょっとコンパクトめで柔らかいですね。こっちの方は張り感があるので、まあよりしっかりとしたアウターという感じはするんですが、気軽に羽織りやすいのはスコーミッシュフーディー。あとはですね、最近ちょっと注目してるのが、ノディンジャケットというもので、これはフード付きというよりは、スタンドカラーの割と襟周りがコンパクトなですね、ジャケットになってるんですが、これまたですね、
マチキとしてはすごく使いやすいかなと思います。ビームスなんかで取り扱いがありますし、割と僕ら大人世代にも使いやすいようなデザインになっているので、個人的におすすめはスコーミッシュフーディのようなオーソドックスなアークテリクスのこうフード付きのアウターの中でライトなもの、もしくはちょっとこう今っぽいスタンドカラーのノディンジャケット、このあたりから入ってみるとすごく使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんアークテリクスのアウターめちゃくちゃいいです。一度はですね、店頭で試着をしながらこの世界観に触れてみていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のナイロンジャケットなんですが、これは皆さんもご存知の通りノースフェイスですね。このあたりはですね、先ほどからチラチラと名前が出そうで出なかったやつなんですけども、ノースフェイスとアークテリクス2つあったとしたら、まあ、圧倒的に知名度ですとか人気が高いのがノースフェイスだと思います。で、僕が今着てるアークテリクスというのはちょっとコアなブランドで、ファッションが好きな方だとか、まあ、アウトドアをされる方の中でもコアな方が結構使ってるブランドかなと思います。ブランドのイメージが全く違うんですね。ある程度知名度があって着てるだけで満足度が高かったりだとか、第三者から見たときに、あ、ノースフェイス着てるなっていうような、そういったところがわかるという点でも、ノースフェイスってやっぱり人気が高いのもわかりますし、デザイン性もかなり高いと思うんですね。そんなにですね、凝ったデザインというよりは、ベーシック、本当にですね、木を照らわずにストイックに作り込んだデザインであって、アウトドアウェアなんだけども、それが日常に使いやすいというものを一番最初に僕たちに示してくれたのがノースフェイスだったかなと思います。僕ら大人世代からするとですね、結構学生時代なんかにノースフェイスのリュックだとか背負ってる方は周りに多かったかなと思うんですが、まあ最近は結構ですね、スタイリッシュなイメージが強いブランドとして、もうかなり人気になってるかなと思います。まあ冬だとダウンジャケットなんかはもう速乾するものも多かったりするので、まあ本当に人気の高さというのを象徴してるのがノースフェイスかなと思っています。まあ、その中でも手始めに持っておきたいのはベンチャージャケットじゃないかなと思います。価格は 17,600 円とナイロンジャケットの中では割と抑えめになってるかなと思います。まあ、高いものはですね、アークテリクスも含めて3万円を超えてくるので、そういったものに比べれば比較的使いやすいかなと思いますし、デザイン的にも木を照らってないので、すごくこれは使いやすいかなと思います。まあ、カラー展開も豊富なんですが、個人的にはもうナイロンジャケットは僕はもうブラックしか買わないようにしてるんですよ。全部持ってるものブラックなんですが、それはなぜかというと、やはりですね、ナイロンジャケット自体がかなりカジュアルなので、そこに色味が乗ることでさらにカジュアル度が増してしまうんですね。ですので、やっぱりナイロンジャケット買うのであれば、ブラックもしくは深めのネイビーだとか、ちょっとこう変化球を入れるとしたらダークグリーン、オリーブぐらい、これぐらいまでが使いやすいかなと思うんですが、まあノースフェイスの中でも個人的にはベンチャージャケットであればブラックがおすすめなのかなと思います。薄手で結構コンパクトになるので、旅先なんかに小さくまとめて持っていけたりするのもいいかなと思いますし、まあバッグの中に入れておけば急な小雨なんかにも対応できるので、そういった機能面でおいても非常に使いやすいかなと思います。で、サイズ感としてはちょっとコンパクトめなんですね。ですので、まあジャストサイズで着るのであれば、いつも通りのサイズでいいと思うんですが、個人的にはワンサイズアップぐらいして少しゆとりを持たせた方がバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ割とこう襟元のデザインというのがしっかりとしてまして、襟の立ち上がりがいいんですね。まあ、このアークテリクスもそうなんですが、この襟の部分の印象って結構大事なんですが、ここがクシュッと潰れてしまうよりは少し上がっていて、しっかりと立ち上がるものだとすごく見栄えが良かったですので、まあそういった点も含めて使い勝手がいいかなと思います。まあ結構ですね、このベンチャージャケットを使ったコーディネートって様々なサイトで載ってたりするので、ぜひそういったものを参考しながら、このジャケット存分に活用していただきたいなと思っています。はい、続いて3つ目なんですけども、パタゴニアのフーディニジャケットですね。これまたですね、定番的なアイテムかなとは思っているんですが、ノースフェイスに比べるとパタゴニアの方が知名度はやや下がるんですが、ただアークテリクスよりは知ってる方が多いかなと思います。僕自身もですね、学生時代ですね、結構よくフリーマーケットが好きで、実際にいろんなところを回ったりだとか、僕自身も出店してたんですが、結構おしゃれな方はパタゴニアのジャケットを出店していたりだとか、あとはですね、結構古着のものをコレクションしてたりする方が多かったんですね。結構昔からファッションが好きな方にとってはパタゴニアっていうのはすごく人気の高いブランドで、近年また人気はですね、高まってきているブランドなのかなと思っています。その中でも結構フーディニジャケットというのは価格的にもですね、14,850 円ということで、先ほどご紹介したノースフェイスのベンチャージャケットよりもさらに買いやすい価格帯なんですね。ですので最初の一着としてはすごく使いやすいかなと思います。
ブランドイメージで言ってもノースフェイスほど知名度はないんだけども、一定の知名度がありつつ割とコアなファンが多いブランドで、リサイクル素材を使ったりだとかサステナブルを意識した環境を配慮したアイテムが多いというところ、ここもですね、もう随分昔からパタゴニアのイメージとしては定着をしていまして、そういった点も含めてその世界観に共感できる方はパタゴニアのこのフーディングジャケットは使いやすいんじゃないのかなと思っています。でカラー展開これもまた豊富なんですが、まあ、王道で言えばブラックなんですけども、個人的にはこのオリーブっぽい色味ですね、これがねなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。色も深みがあって割とこうブラックのパンツとかにも合いやすいので、ちょっと黒系のナイロンジャケットはすでに持ってるよという方はですね、このパタゴニアのフーディニジャケットのオリーブはですね、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。これもサイズ的には割とコンパクトだと思うんですよね。まあ、僕が今着てるようなゴアテックス系のちょっとこう本格的な厚手のナイロンジャケットに関しては割とこうざっくりと大きめに作られているものが多いんですが、割とソフトなタッチで薄手のですねナイロンジャケットに関してはタイトなものが多かったりするので、そのあたりはちょっとサイズ選びが結構重要になってくるかなと思います。ノースフェイスほど細身ではないかなと思うんですが、サイズ感そのあたりはですねしっかりと考慮しながら選んでみるといいかなと思います。まあ、パタゴニアの店舗でも売ってますが、最近ではセレクトショップでの取り扱いも多かったりするので、ぜひですね皆さんこちらのフーディニジャケットもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、僕が今着ているアンドワンダーのですねナイロンジャケットですね。このブランドはですね、ちょっと先ほどまで着ていたアークテリクスとはデザインの傾向が大きく変わるかなと思うんですね。ちょっと立ってみますね。はい、どうでしょうか。まあ、デザイン性もかなり高くて、かなりですね凝った作りになってるかなと思います。今までご紹介したアークテリクス、ノースフェイス、そしてパタゴニア、どれもデザイン的にはシンプルで、まあ、機能面にすごく特化したものが多いかなと思うんですが、このアンドアンダーは一世三宅出身のお二人が立ち上げたブランドなので、かなりファッション性が高いですねアウターに仕上がってるかなと思います。まあ、ブラックを基調にしたこちらのアウターなんですが、ステッチ使いがアンドアンダーらしいなと思うんですが、ホワイトというかライトグレーに近いんですかね、そういった糸を使っていて、ステッチがちょっと目立つようにあえてなっているんですね。まあ、ポケットの付け方だとか、あとはシルエットだとか、まあ、そういったところも含めて、なんか人との違いを出しながらナイロンジャケットを待ち着として存分に楽しみたいという方には、このアンドアンダーというブランドはかなりですねおすすめできるかなと思っています。まあ、僕自身も今まではアウトドアブランドのものばかり着ていたんですが、この一着というのは結構待ち着として使いやすいですし、あとはですねちょっと綺麗めなボトムスですね、イージー仕様のスラックスだとか、そういったものにもより合わせやすいですし、綺麗めな着こなしの中にうまく使うっていうこともしやすいっていうところも含めて、ちょっとですねこれまでご紹介したものとは雰囲気が変わってくるかなと思っています。どちらかというとスポーティーな感じでファッションを楽しみたいっていうところよりは、少しですねファッション的な要素が強いようなアウターになるので、ぜひ既存のですねナイロンジャケットに飽きてきたような方で、ちょっと新鮮なものを取り入れたいという方はですね、このアンドワンダーはめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思っています。まあ、僕自身結構気に入っていて、これ以外にもですねバブアーとのコラボレーションのアウターですとか、あとはバックパックですとか、様々なアイテムをアンドワンダーで買ってるんですが、もちろんアウトドアで使うということが大前提ではあるんですが、デザイン性が明らかに他とは違って、だけども木を照らった感じはなく、割とですね大人世代に使いやすいようなものが多いので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思っています。僕はですね結構渋谷店に訪れることが多いんですが、まあ、お店に行くとですね結構いろんなものが気になってしまって、たくさんのものを試着するわけなんですが、まあ、結構ですね大人の男性がコアに楽しめるようなアウトドアブランドなので、ぜひ皆さんもですね名前を覚えて実物も試着をしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、ゴールドウィンのパーテックスシールドエアジャケットですね。これはですね今僕自身が欲しいアウターとして皆さんにご紹介できればなというふうに思っています。まあ、僕自身ですねゴールドウィンのアイテムは昨年購入をしまして、動画の中でもご紹介したことがひょっとしたらあるかもしれませんが、こちらのですね中綿のジャケットをですね去年買ってめちゃくちゃ着たんですね。まあ、ダウンではなくて中綿なんですけども、丈が長くてちょっとこうミリタリーベースのデザインになっていまして、できれば僕着ればいいんですけども、現時点ですでにめちゃくちゃ汗をかいていて暑いんですよね。まだちょっと着るには暑すぎるわけなんですが、このアイテムすごく良かったんですね。もちろんゴールドウィンといえばアウトドアウェアのイメージが強いんですが、その中でもさらにこう都会的で少しエッジが効いてるデザインのイメージが強いんですね。
そういった意味では最近結構おしゃれが好きな方、中級者上級者の方にすごく人気が高いのがゴールドウィンで、まあ、これからますます伸びていくようなブランドなのかなと思っています。そんなゴールドウィンから出てるパーテックシールドエアジャケットというのが、これね、デザインがすごくかっこよくて、僕はいつだったかな、今年の春ですかね、ビューティー&ユースの店舗でこちらを試着したんですが、めちゃくちゃ良かったんですよ。ただその時点で僕はもうナイロンジャケットいっぱい持っていたので、ちょっと我慢しようと思って踏みとどまったんですが、まあ、デザイン的な部分で言うと襟元しっかりと高さがあっていいのと、あとは胸のポケットですね、ここが斜めにこう入っているんですね。この大胆なポケット使いが結構デザイン的にも特徴になっていて、めちゃくちゃかっこいいなと思ったんですね。でサイズ感もですね、こうピタッとしたような感じではなくて、少しゆとりが感じられて、個人的には今のトレンド感ともうまく合致しやすいようなアイテムかなと思っていまして、これはねちょっとこうアウトドアブランドの中では少し定番的な位置からエッジを効かせたアウターとしてはすごくかっこいいなと思ってまして、イメージで言うとアンドワンダーほどはエッジは立っていないんですが、アークテリクスとかノースフェイスよりはちょっとエッジが効いているので、その中間ぐらいかなと思っています。価格もですね、決して安くはないんですけども、こういったナイロン系のジャケットはそんなにトレンドを大きく左右されるものではなくて、一着買えば複数年使えるので、まあそういった点ではですね、こういったアウターも一つ考えてみるのもいいかなと思っています。で、色はですね、結構このインクネイビーってやつがかっこよくて、もうブラックに限りなく近いほど濃いネイビーなんですね。この色味がね、すごく良くて、ブラックのパンツを合わせてもいいし、こういったオリーブ系のパンツなんかで合わせるのも良かったりするので、いろいろな色合わせもできますし、なかなかですね、大人っぽい配色になっているので、このパーテックスシールドエアジャケットのインクネイビーはめちゃくちゃおすすめです。僕自身が今欲しいアウターなので、ぜひ皆さんもですね、お店で見かけたら試着をしてみていただきたいなと思っています。まだまだ知名度としては、先ほどご紹介した、まあ、僕の中では5三家なんですね。ノースフェイス、アークテリクス、パタゴニア。このあたりほどの知名度はなくて、着てる方もそんなに多くはないかなと思うんですが、今後ゴールドウィンのアイテムというのはさらに注目度が上がってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、デザイン的にも使いやすいと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の男性に似合うナイロンジャケット5000ということで、皆さんにですね、動画で解説をさせていただきました。あんまりですね、自分で言うのもなんですが、深さのある話ではなくて、イメージだとか、まあこういった特徴があるよというようなざっくりとしたお伝えだったかなと思うんですが、あくまでですね、アウトドアでガチで使うというものではなくて、街着としてさらりと羽織るような前提なので、まあ今日ご紹介したような、ある程度こうブランドのイメージだとか、こういった特徴があるよというところを理解しながら、皆さんのフィーリングに合うものをですね、買い揃えていただければなと思っています。僕もですね、今回ご紹介したものどれも好きなので、なかなかですね、一押しを選ぶのは難しいんですが、どのブランドも今まで着てきたものなので、まあ、自信を持って皆さんにご紹介ができるかなと思っています。まあ、このようなナイロンジャケット、もちろんユニクロだとか GU でも結構良いものがあったりするので、まずはそこからスタートするのも全然いいと思います。ブロックテックパーカーとかも非常に名作で使い勝手がいいかなと思うので、そこから入って次の一歩ですね、使い勝手いいなと思ったら、まずはパタゴニアから入ってみるのもいいと思いますし、知名度が高いノースフェイスを選んでみるのもいいと思います。まあすでにお持ちの方に関しては、やはりちょっとコアなブランドですね。アンドワンダーであったりだとか、あとはゴールドウィンですね。このあたりも含めて、ちょっと人との違いを作りながらですね、ナイロンジャケットを楽しんでいただくのもいいかなと思っています。まあ、今回ご紹介したものに関しては、在庫があるものはですね、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらからチェックをしていただきたいなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本を分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少しコアな中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなか動画を見る時間がないという方のためにですね、なるべくコンパクトに写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行っているオンラインサロンも展開をしています。そちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。